サッカー堂安律、スポーツクライミング野中美穂、世界で活躍する2人のスペシャル対談がついに実現。もう一緒すぎて逆に笑えるんだけど本当に。で俺からしたら俺テスト期間の方が嫌なんですよ。で家にいたら勉強させられるから。普通っていう言葉が一番嫌いって感じ。例えば遊べなくなったとかもちろんありますけど、それを犠牲っていう捉え方をしたことがないです。まだ刺激受けてないんじゃないですか。僕らのメッセージ受け取れてないんじゃないですか。先まあ成功っていう意味ではやっぱり効率よく、やっぱお兄ちゃんお姉ちゃんの失敗だとか、こうしたらお父さんお母さんに怒られるんだなとか見て育ったんで、顔色伺いながら、ここついていけば怒られないなとか、この人についていけばこういうメリットあるんだなとか、そういうのはもしかしたらちっちゃい頃から勝手にインプットされるかもしれないですね。いや確かに、でもそれはあるかもしれないですね。なんかやっぱり一番最初に何でもこうやるのは一番上の姉なので、やっぱ私にもう何かがこう来た段階ではもう緩いんですよね、両親は。なので、結構いろんなことを早い段階でできてたかなっていうふうには思いますね。僕に関してはもうお兄ちゃんがアイドルみたいな存在のすごい選手だったんで、もう目指せ兄貴、もう漫画とかドラマとかそんなんでよくあるような感じです。それを目指してトレーニングしてて、公園行ったらお兄ちゃんに泣くまでボコボコにされて、もう嫌だみたいな、サッカー嫌だとか言いながら、その頑張ってこうがむしゃらにやってたのを思い出すんで、それはスポーツにおいてはすごく大きいかもしれないですね、末っ子っていうのは。私は家族でスタートしたんで、ですけど、で、まあ、年齢も一番下なんで、まあ、もちろん私が一番できないんですけど、まあ、姉を見て、まあ、その、もともとすごい負けず嫌いっていう性格もあって、劣ってる、誰かに対してその劣ってるっていうのが気に食わなくて、で、だから、なんかもっとやりたいみたいな感じはありましたね。姉とかが登れてるのを見て、なんで私できないんだみたいな、そこで悔しさが出るとかっていうのはありましたね。ただ結構早い段階で、私以外みんな辞めてしまったので、うん、なんか、むしろなんかこう、一番上の姉は結構芸術的な方向に行って、真ん中は海外に行って、その語学的な方向に行って、で、私はスポーツで、ある意味なんかこの、みんな違う場所で自分の好きなことにこう、没頭して、極めていってるみたいな感じでの、なんか、お互いの刺激みたいなのはありましたね。そこは強いですよね。末っ子はやっぱり、でも諦めが悪いんですよ。すごい、いい意味で。だから、やっぱり結局しつこく生命力ある人間が生き残るじゃないですか、アスリートの世界。どんだけこう壁にぶち当たっても、まだ諦めないんかみたいな。末っ子はもしかしたら、かもしれないですね、そこは。そうですね。なんか私も家族の中で結局、じゃあ夕飯今日どっか食べに行こうってなった時に、まあ、3姉妹なんで、一人一人こう出てきますよね。で、私が最後に焼肉って言ったら、もう大体そこでごねても、なんだかんだ最終的に焼肉になるっていう。可愛がられてますね。そういうのはありましたね。なんか、我が強いみたいなのはありました、ね。怒らしたらめんどくさいから、もう、言うこと、もう、わがまま聞いてやるよみたいな感じですよね、末っ子に対して。そう、本当にそうですね。それはありますね。僕らの家族もそうでした、ね。僕はないです。一度も。私もないです。全く思ったことないですね。周りにはいましたが、一緒にクライミングした選手で、まあ、辞めた選手も多いと思うんですけど、その中学生、高校生で、頑張ってる時に辞めたいみたいな言ってる子多かったですか？なんか辞めたいとまでは言わなくても、でもやっぱり、一緒にいた選手はかなり、やっぱいなくなってしまったし、まあ、クライミングをやっていてもやっぱり競技者から離れてしまった選手とかはいっぱいいますね。僕らも多かったですね。辞めたいっていうやつは多かったです。特に思春期の時なんかはみんな遊びたいんで、もう中学生の時はサッカーなんかしてらんねえよみたいな、もう大阪のね、やっぱちょっとやんちゃしてるやつらとかは言うんで、それは多かったですね。でもないです、一度も。面白いのが、僕らテスト期間だったらテスト期間を理由に勉強するんで休めるんですよ、サッカーは。
で俺からしたら俺テスト期間の方が嫌なんですよ。家にいたら勉強させられるから、じゃあサッカー行った方がいいんで、だからみんなやってるのに、なんか俺ともう一人同級生のサッカー好き、サッカーバカなやつがいたんですけど、俺ら二人だけ練習行ったとかありました。サッカーをしてて、なんかこれは犠牲にしたなとかって思ったことはありますか？サッカーしてて、ないですね。それほどそのサッカーの道で行くって決めたんで、例えば遊べなくなったとかもちろんありますけど、それを犠牲っていう捉え方をしたことがないです。いやだって俺が来た道だからそれを犠牲って言ったらそっち行きたかったみたいな言い方じゃないですか。もうそっちで決めたんだからその犠牲を払ったみたいな感覚は全くないです。逆にありますか？いや私もなくて、なんか結構こういう質問をされることがあるから、そのメディアとかでも、いや私は思ったことないからちょっと気になって、やっぱそうですよねっていう感じだった。感覚似てるかもしれないですよね。今話してたらなんかすごい、おそらくプライド強そうですし、お互い自分が信じた道はすごい行きたそうだし、ただ常にこう成長するためにいろんな意見を取り入れないみたいなのはなんか似てる感じがします。すごいなんか親近感が起きます、話聞いて。髪型に関しては特にその自分が似合ってる髪型したいんで、そのこの金髪がいいとかそんなんじゃなくて、これが似合ってるからだけやってるだけなんですけど、ファッションに関しては、まあ、人と同じが嫌なんで、そのなんかちょっと違うことしたい性格なんで、おそらく一緒なんですけど、そのちょっとでもいいから違うことを入れないんですよ。それがもしかしたらそれが髪色かもしれないし、それが時計かもしれないし、ネックレスとかかもしれないし、普通が耐えれないですね。どうですか？もう一緒すぎて逆に笑えるんだけど、本当になんか本当に私も普通っていう言葉が一番嫌いっていうぐらい普通って一番やっぱなんだろう、言わたくないですよね。アスリートやっぱり嫌だ、本当に嫌だ。だからもうなんだろう、まあその一般的に、まあ、一般とかっていう言葉もあんま好きじゃないですけど、やっぱ比率としてあの茶髪のまあこのぐらいの長さの女の子が多いとか、なんかまあそういうのあるじゃないですか。やっぱそういうふうにはその一部にはなり、その人の中の一人にはなりたくないんですよね。まさに同じです。あとはやっぱりそのクライミングとかその競技とか私を知ってもらう中で、やっぱりこうなんかそういう髪の毛が特徴的でそういうふうに目をつけてくれる人がいたりとか、なんかその見てる人がなんかにエンターテインメントじゃないですけど、なんかそういう感じでまあ受け取ってもらえたら、うん、楽しいなとは思います。僕は普通だと思うんですけど、ね、彼女は変わってるかもしれないですね。いや何言ってんの全然自分が一番普通だと思ってる。いや同じです、それも同じですよ、その意見も同じなんで。決めてないですけど、さっき野中さんも言った通り、普通じゃない風にします、ちゃんと。普通じゃない風にっておそらく、まあ、いつも通りの僕の中ではいつも通りの金髪なんですけど、まあ、それが、うん、そうですね、おそらく黒の方が多いと思うんで、そういうのを見て、まあ、先ほど言ってたのになんか金髪で目立ってるやついるなみたいな感じで思ってくれたらいいなと思います。私もオリンピック前には美容院に行くつもりでいますけど、まあどういう風にするかはもうお楽しみということで。いいですね、楽しみにみんな見ておきましょう。楽しみ、楽しそう。僕はそんなにないんですけど、好きな言葉っていう、なんかたまになんか SNS 上で出てきて、ああいい言葉だなって思ったりとか、その1週間はすごい頭の中で覚えてて、その言葉いいなって思ったりすることあるんですけど、なんか自分の生涯ずっとこの言葉を持って生きてるみたいなことあんまなくて、なんか名言みたいなの残ってるのってもう成功者しか名言にならないから、すごい綺麗事に聞こえてなんか嫌で、それこそ失敗した人が
失敗したどん底の時に言ってて、その彼が成功者になりましたみたいな言葉があれば、すごい説得力があって、おそらく自分がそういうのは好きだと思うんですけど、やっぱりね、やっぱ有名な方の名言が結局残ってしまうので、あまりそういうのは当てにしないですね。今のうちに何か言っといたら、もっとビッグになった時に。そうですね、今のうち流行語狙えるようにオリンピック金メダル取って、ちょっと言っときます。今日気持ちいいみたいなやつを名言風に、なるほど、今に見てると笑ってやれっていうのを思いっきり言ってやります。それを俺が撮ります。撮られた。こんなにずっと言ってんのに。でも知ってました。 俺も知ってるぐらい、あの野中さんのその強いインタビューした時によく聞いてたんで、聞きたいです僕も。そのどう いつそれを思って、それがいつ影響を与えたのかみたいなの聞きたいです。私がその言葉を見つけたのは、まあ、その私の姉の部屋にそのなんかいろいろ文がこう書かれてて、その中の一つだったんですけど、ちょうど私がそれを見つけた時期が超スランプの時で、あまりこううまくいってない。でそれを見た時にその言葉がすごいグッときて、っていうのもなんか全く結果はその時出せてないしできてないんだけれども、私は絶対に大丈夫っていう、私は世界で活躍するし、もっと強くなるしっていう、別に何の根拠もないんだけど、そういう自信が自分のなんかどこかにあって、でそれがまさに言葉になってて、私的には。でそれが今に見てろよと笑ってやれっていう、なんかちょっとそこの言葉にはなんかこう余裕を感じられる、全然余裕がある状況にいないのに、なんかちょっと笑って、それを見ていられるその余裕さだったりとか、そういう自信だったり、それがその当時の私にすごくグッときて、でそこからすごいその言葉を大切にしてて、でちょうど先週もやっぱ試合中に怪我をしたんですけど、やっぱそういう時にもやっぱり焦りってすごく、もうオリンピックまであと1ヶ月だしとか、こんだけやってきたのにとか、調子も上がってきたのにとかっていろんな思いがある中で、いやでもまあまあまあ、それでみんながね、あ美帆終わったって思う選手もいるかもしれないけど、まあまあ今に見てろよって言えるようなそのメンタルの強さとか余裕さとか、でもそれはなんかすごい私のそういう時の気持ちにすごいしっくりくる言葉なんですよね。それでずっと大事にしてます。使わせてもらいます。取られる。やばいやばい。俺のこれは俺の YouTube が流してくださいね。俺が YouTube で。いやでも大事ですよね。やっぱりそれこそ本当に今に見てよって笑ってやれみたいなことは結構サッカー言葉は違うけどあるじゃないですか。表現的にはその見とけよみたいなことはまあ言うじゃないですか。それはさっき言ったように余裕もあるし、一方で強がってる自分も大事じゃないですか。そこは強がってるって自分では分かってるけど、大丈夫、自分なら大丈夫っていうのを言い聞かせるっていうのはすごい大事だと思うんで、なんかすごい入りやすかったです、今の言葉聞いて。チャンネル登録お願いします。